和20年8月15日正午、国民すべての人々がラジオの前に書き尽くして、それぞれの感慨で聞き入ったのは、終戦詔勅の玉音放送であります。天皇陛下自ら吹き込まれたこの録音版は、同時に新しい日本の誕生を告げるお言葉でもありました。日本終戦史の編纂にあたり、週刊読売では、歴史的に最も意味深い資料として、読者の皆様にお送りするものです。深く世界の体制と帝国の人情とに鑑み、情の措置をもって貴族を優秀戦と保し、そこに人情なる三次市民に市民を帝国政府をして米英式と一つに対しその共同宣言を自宅する旨通告説明とあり、世界の体制また我に出会わず他のみならず敵は新たに残虐なる爆弾を使用して規定に戦争を発表し、三階の及ぶところ、死にかかるとき、出かかる人かある、かも、なお、王権を継続戦か、死に我が民族の滅亡を将来するのみならず、人生人類の文明をも破却すべし、核の分は、死に何をも、持ってが、敵長の敵死を起こし、放送放送の鎮定に所詮や、これ、鎮和帝国成功をして、共同宣言に、大絶無理に打たれる源があり、鎮和帝国とともに、終止党の解放に協力せる諸名方に対し、何の要求をせざるを得ず、帝国鎮民にして、天人民主し、職域人権利、地名に倒れたる者及びその貴族に思いを置いたせば、来ない目に立つかつ伝承を追い対価を被り加入を失いたる者、法廷に至りては鎮の深く任命するところなり、もうに今後帝国の多くべき避難はもとより人情にあらず何時鎮民の宗教も人よるところを知る。誰とも人は自分の赴くところ、手がたきを耐え、忍びがたきを忍び、もって万世のために大抵王者官と思って、何時数人、それ、よく君が用を耐えてよ。